両親戦役、または略せずに、両寧信用戦役は、国境内戦の後期、中国人民解放軍が仕掛けた三つの戦役のうち、最初の戦役である。中華民国側の故障は、両政改戦。1948年9月から11月まで52日間、続いた、この戦役では、人民解放軍が、信用、長春、金州で、 中華民国陸軍を撃破、満州全域を占領した。1947年の満州における冬季攻勢の後、人民解放軍は13個不評軍団、1個砲兵軍団、15個独立師団、及び3個騎兵師団と、総勢54師団、70万人の軍勢を保持していた。さらに30万の非正規軍もいたので、 1948年8月時点では、満州の人口の86%及び土地の97%を支配下に置いていた。中華民国は警察を含むと44師団、55万人の軍勢を維持していたが数では人民解放軍が優勢だった。中華民国軍は、新洋、長春、金州で孤立していて、お互い連絡が取れなかった。 さらに人民解放軍が警光線を占拠していたので、新洋と長春にへの補給線は切られており、補給は空輸でしか行えなかった。このため、中華民国政府は、必要があれば、長春と新洋から近州へ撤退して、満州の人民解放軍が山海間から侵入することを防ぐ用意があった。1948年9月12日、人民解放軍は警光線を下って、 攻撃を仕掛け、水中、マさはじむ、東山、義堅を占領、金州と新高島の間を平定した。小解析は9月30日に、北京に到着、公共助引き入ル第39、第62、第92軍を編成して、コロ島から金州へ増援を送ろうとした。小解析は次に10月2日に、新洋に到着、両明る省と、第9軍に、 西から金州を増援して、金州の包囲を特用命令を下した。10月3日までに共産党軍は25万人を集め、金州の包囲を開始した。一方の民国軍は10日から15日までの間に金州に加勢しようとしたが、東山の戦いで止められた。10月14日、共産党軍は金州に向けて最後の攻勢に出て、翌日の夜に同志と、 半漢結率いる8万人を降伏させた。長春は、戦役以前から5ヶ月以上包囲されており、飢餓で弱った民国軍は、小解析からの命令にもかかわらず包囲を突破することができなかった。金州が陥落したことで、第60軍は10月17日に離反、新第7軍は19日に降伏した。残りの民国軍は10月21日に降伏。 共産党軍は、長春を占領した。黒山の戦い民国軍が金州と長春で大損害を食らった後、小介石は、反抗計画、両明る省と第9軍に、金州の再占領を命令した。しかし、両明る省や他の軍人たちは、この決定に反発した。10月16日、民国軍の指導部は、金州の代わりに黒山と、 大虎山の占領を決定、続いて栄光への撤退を計画した。紹介席はこの計画に同意、21日に第九軍が黒山への攻撃を開始した。しかし、共産党軍は黒山と大虎山の守備に成功、続いて第九軍を包囲して撃破した。新洋に進軍する中国人民解放軍と97式中戦車 人民解放軍は10月29日に信用を包囲、これを受けて民国軍の指揮官、英立港は翌日信用を脱出した。11月1日、人民解放軍は信用に向かって最後の攻勢に出て、翌日民国軍を降伏させた。同日、栄港も共産党に降伏、残りの民国軍はコロ島へ逃げ、ここに両親戦役が集結した。 信用が陥落すると、コロ島の近くにいる民国軍は天津と上海へ撤退し、満州は共産党の手に落ちた。満州は重工業が盛んで、工業の原材料となる資源も多く、その喪失は中華民国にとって大打撃となった。民国軍も大打撃を受けて戦意が低下し、人民解放軍は再開戦以降初めて人数で、 民国軍を上回った。ありがとうございます。